オリンピックとオリックス、はい、先日ですね、侍ジャパン野球日本代表がですね、準決勝、韓国と戦って、山田哲人選手の、ね、活躍もあって、久しぶりにこう決勝に、ね、進出できたということで非常にこう盛り上がってますよね。はい、で前回はね、当てにオリンピックで、銅メダルということだったんですけども、これまでもね、野球オリンピックの中ではね、92年にバルセロナ大会から、正式種目になったということもあって、割とねオリンピックの中では歴がね、歴史がこう浅いスポーツになってしまうんですけれども、過去に一度だけ、金メダル取っております。それがですね、1984年アメリカのロサンゼルスで行われたオリンピックで、この時はね、全員こうアマチュアというかね、プロ野球選手一人もいない状態で金メダルを取ったということですね。はい、でその年にですね、振り返っていくと、オリックスでいうとですね、1984年オリックスバファローズの前身オリックスブレーブ、その前身阪急ブレーブスが優勝した年でもあるんですよね。はい、なので数少ないこの優勝経験、金メダルの経験っていうのが一致します。オリンピックで金メダル取ったイコールオリックス優勝ということで、今回のテーマはですね、オリンピックで金メダル取ったらオリックスも優勝するんかについてですね、お話を、していけたらなというふうに思っております。はい、当時のですね、1984年阪急ブレーブスの主な選手というとですね、オリックスでね、2019年までコーチをされておりました弓岡さんであったりとか、世界のね盗塁王で有名ですけども、福本豊選手であったりとか、あのね三冠王ブーマーということで、助っ人外国人ね、歴代でこう語るとしたら必ず出てくる、選手ですよね、ブーマーということで、オリックスの今頓宮選手もね、あのブーマー選手のこう、風貌とかね、いうのを引き継ごうとして、しておりますけれども、こういったね、この3選手が非常にこう、メインの活躍をしたというふうに言われています。他にもね、松永さんであったりとか箕田さんとかいるんですけれども、ちょっとね、当然ですけど生まれていなかったりするんです。生まれる前、だいぶ前なので、僕の中でも結構こう振り絞ったというか、絞った、知ってる選手この3名挙げさせていただきました。はい、で、現ね、オリックスバファローズで例えるとラオウ選手であったりとか福田周平選手であったりとか、当然ですけれども吉田正尚選手、みたいな感じですね。この3選手が今は挙げられるかなと思います。はい、でその3選手の活躍もあってですね、阪急ブレーブス当時はぶっちぎりで優勝をしたわけなんですね。弓岡選手、福本豊選手、ブーマ選手の活躍もあってね。はい、なので、今年ですね、もしオリンピックで金メダルを取ったらオリックスも、こんな感じとは言わないまでも優勝あるんじゃないかなというふうに思ってます。ただですね、あさって決勝がありますけれども、非常にこうアメリカ戦、2回目の、対戦ということで、当日はね、やっぱブルペンデーとかね、リリーバーとか投げれる投手は全員こう連れていくというかね、登板させるぐらいのこう総動員で勝ちに行くんじゃないかなというふうに思ってます。青柳投手で始まった岩崎投手、森下投手、山崎康明投手、平投手、そして栗林投手、伊藤投手、大野雄大投手、そして千賀投手ですね。はい、なので勝てる全員でね、勝っていくっていうところがあると思います。で、あさってのね、決勝の先発としてはね、ソフトバンクで元日ハムのマルティネス選手がね、登板を予定しているので、オリックスのね、正尚選手がこう活躍するのかというところ一番に注目しています。個人的に正尚しか見てなかったりしますな。はい、なのでオリックスファンなのでね。はい、でやっぱりアメリカということがあってね、元オリックス偉大な助っ人外国人ですけれども、ディクソンもね、登板をするという可能性十二分にあると思うので、このディクソンとね、正尚の対戦、この間も非常にこう胸が熱いというかね、ちょっとこうハートフルな時間になりましたけれども、今回もね、あさってなるのかなというふうに思っているので、個人的にはディクソンが他の打者を抑えて、正尚が別の投手で打って活躍する、これが実質オリックス優勝かなというふうに思っているので、オリックスの大勝利も見届けたいなというふうに思ってますし、8月7日ですね、あさって19時から、ありますので、皆さんもね、当然見られるとは思うんですけど、一緒にね、応援をしていきたいなというふうに思ってます。オリンピック優勝すればオリックスの優勝かなり上がってくるのかなと、個人的に偏見ですけども思っているので、そういったところ注目をしていきたいというふうに思っております。本日の動画は以上となります。チャンネル登録お待ちしております。